さあ始まりましたビューティークラスアットニコルームということで、今回はここアットコスメ東京に来ておりますということでね、もう貸し切り状態で閉店後にやってまいりました。で、今回の動画はここで美容アイテムを爆買い、まあ、爆買い企画ですね。2回目かな、第2弾です。はい、で今回の爆買いはテーマと時間制限があります。でテーマは秋コスメを中心に買っていこうっていうテーマにしました。で制限時間は最悪です、30分です。だから30分でもできるだけカゴに詰めて、まあ、ストレス発散込みの爆買いをしたいと思います。ではじゃあ早速、もう時間もないのでいきます。それではお買い物スタート、いきまーす。楽しみマジで結構楽しみにしてましたお買い物を不足してた。どうしよう、どっから行く、何から行きますか。うわちょっと待って、結構大変だね。ほらこれも人気だもんね、ずっと前のドンキの時もあるもんね。ステップモンスターはうち一回も使えないで終わるんだけど今年の秋なんか何色気になるとかってあるんですか。でも毎回テラコッタ系はやっぱ欲しいよね。可愛いですよね、なんか秋っぽくて。意外にそこむずいよねえマジ、30分で絶対足りないと思う頑張ってください。ナチュラル系のコスメもあるからいいですよね、なんか。どうするどうする意外にすぐ決めるかなって思ったら、悩んでる時に多分こういうランキングので見つけるんだよね。あ、欲しいのあったんだ、そうだ、これヘアメイクさん使ってめっちゃ良かったから欲しいと思ってた。あ、いいですか。はい、これあの、はい、これがファンデーションでしたっけ、パウダーでしたっけ。そうです、そちらファンデーションですね。これ一番明るいと結構白くしちゃうから、いつでも選ぶときに一番明るいのから1個下、はい、1個下くらいとか、まあ、普通っぽいになるけどこれだと黄色みがある色で明るめで、こちらだとちょっとピンクの明るめ。でもピンクの方が似合うのかな、うん、なんかそんな感じがしますね。はい、これ201と202なんですけど、1の方が明るい、1の方が明るい、じゃあ1で、これで1で、はい、はい、早いですね、何にも載せない大丈夫、使ったことあるから、はい、どれかだけ覚えてない。直感がすごいです、ね、多分大丈夫、はい、こんな感じだった。そしたらじゃあこちらの2枚で1ですね、はい、あ、そしたらじゃあ持っていきましょうか。ちょっと今お在庫出すので、はい、はい、お願いします。そしたら次行きますよ。そうね、デパコス系選ぶとこうなる確かに、これ見たことない。何ですか、ヴィーナスマーブル。でも可愛いっぽいよ、なんか使えそう、なんか普段使いできそうな色ですね。使ったことないの、韓国コスメなのかな、いっぱい見直すものありそうこれロマンとか、これも新しいのかな、どうなんだろう。それ新しいやつ、新しい、うん、確かにこの今なくなってる色が可愛い、ぬか、ぬかダミア、ぬかダミア、しよう。え、こんなのあったっけ、見たことない。あ、これここにしかないやつだって、ここにしかないやつ、潜伏してあるのこそだけだ、見たことない。どれかアイシャドウバッグ買う人なんかこういう無難にベージュ系持っていくとなんか楽だよね。なんか毎回こういう色ばっか買っちゃうけど、はい、意外にこういうの持っておくとなんか楽。どうしようかな、でもこれも秋っぽいよね、可愛い色ですね、はい。でもこれは意外にこれ買って07買ってみようかな。普段とさ持ってないコスメも買った方がいいじゃん、こういう機会になんか普段買わない色味とかいいかもしれない。 それがテーマこれは何がいいかな、つるんとした恵みにした滑らかなベルベット、みんなつるんとした方が今最近好きだから、ピーチフェアリー、こういうとこ、あ、ラスト1個めっちゃラッキーですね。ここもロマンか、そうですね、これは持ってるでしょ。だってどこが見てなくて、小室さん、はい、さっきのエレガンス、うん、ピンしてたみたいです、うん、じゃあまた今度また買います
時間ないけど下も回りないからさ間に合わない。今何分使ってんの？9分使ってます。9分も使ったの？あと20分。アディクション全然最近買ってなかった。じゃあこれが8月6日発売の何日前です？7日前。マップリップは新しいんですかね？はい、マップリップもともと種類は出てたんですけど新色で出てます。どれがいいかな。でもこれかな、秋からこういうの持っといた方がいいよねきっとね。10分経過しました。ちょっと待って、どれが人気ですかね。何系が人気だったらやっぱり15とかやっぱこの辺今ご覧いただいてた、はい、このあたりが。これ何色なんだろう。出してみます。いいですか？もちろんです。そうなんよね。ロスタイムマジ足りない足りないもう、なるほど。これとこれ、いいですか？はい、こちら。コレクションかわいい。これが18番。おー、結構。そしたらこっち。はい、15番で。はい、かしこまりました。これさ、見たがってたあのヒンスが、このまっすぐ奥に。それが一番目玉でした、私の。右手に。今から爆買いするんだよ。よし、行くぞ。これはもう2色変えましょう。これも、じゃ持ったことないブランドは、結構もう、何買いたい。マスカラか。かわいい。ブラウン。マスカラとアイライナーはどっちも出たばっかりで。あ、本当ですか？はい、一番新しいです。何色が人気になりそうですかね？そうですね、やっぱりオレンジは安定して人気がありますけど、うん、結構今年だとグリーンとかも見てる方が多いですかね。で、アイラインはベージュが人気って。へぇ、はい、じゃあそれ俺オレンジ、こっちってことかな。じゃあこれと、バカの買い物みたいなやつライリめちゃくちゃ夢あります。うん、茶色も買おう。いい客で、太客でねティックのチークなんですけど、はいはい、このフェイスカラーもこのライトの色が一番この種類の中で品質ですごい人気が高いです、はい、ちょっとパールが入ってるハイライターなんですけどノールックですね。かわいい、ツヤ超かわいいじゃんこれ。いや見てないでこれ買ったから超かわいい。すごいあのジュワッとした超かわいいですね。これもいいな、肌なじみ良さそう。かわいいんだけど、この一番右のすごいツヤすごいですね。そう、あの全部グロー系なので、ね、すっごいしっとりつく。こことここかわいい。あ、でも一番これが人気なのかな。フレッシュ、ね、ブラッシュ使いやすいのでその辺。でもこれもかわいかった、これ撮影映えそう。かっこいいっすね、なんか何のために仕事してるか、何のために仕事してるか。ちょうど時間今半分の15分経ちました。じゃあここに向かってましょう。これリップは何系のリップですかね。リップはツヤとマットがあるんですけど、はい、結構落ちにくいですね、特にマットの方。アドレ、これ秋っぽい肌ですね。アドレス可愛いです ね、ちょっとレンガっぽいし、レンガっぽい。何かな、アリュール、アリュールと、何するかな、これと。こんな人いますか？います？なかなかいないですね。そうですね。これめっちゃないんだけど、なんで？アンチェインド。うん、かわいい。バンマとさ、ないものをさ、買いに来ちゃうよね。やっぱ人気あるんだってなったら、ね、ちょっと欲しくなりますよね。待ってよ、待ってよ、時間が足りないよ。で、みんなとあんま被らない色も買うと欲しくなるタイプの人間なんだよな。こっちなんですかね、アイシャドウですか？そうです、そちら単色アイシャドウで。なんかすごいシンプルですね。ちょっとあのパレットに対してはちょっと落ち着いた感じの、うん、はい、インスパイア使いやすそう。どこだ、探しときましょうか。いいですか？もちろんです。インスパイアで。じゃあ行く、行きます。あと10分ぐらいです。やばいじゃん。どんくらいなんだろうな、品質買いすぎだよね。持ってないブランドだとさ買いたくなっちゃう。なんで自分持ってなかったんだろう。こういうの教えてください。
中国系もあと1個しかないよ。すごい人気であと1個しかないから買ってみよう。わかんないけどね、確かに中国メイクできるのか。結構このしーちゃんっていうこのパウダーもなんかご指名で、SNS とか見て来られる方が多いですね。はい、使ってみよう。一回でポコっていく。でもそんなもんだもんね。あと何分ですか。7分半。ディオールがホールコレクションが出ていて限定のアイシャドウが出てます。私何でも持ってると思ってるかもしれない。これです。持ってます。早い。バックステージシリーズが超優秀だっていうことに今更気づいてなんかめっちゃ買ってんだよね今。このシリーズ超買ってる。でもこれが持ってない、ここが持ってない。これ持ってて、これとこれ持ってるよね。この黄色系も可愛いなって思っちゃう。ずっと買い物してたら投資だもん。投資みんな引くかもしんないけど投資だから投資券ご褒美です。投資券ご褒美。ただいまポップアップイベント開催してます。すごい。あの前撮ったやつだね。60周年記念して、新しく京都の曹操の方 で、ね、はい、コラボレーションしてるの同じ柄でなってるので、ニコルさんがやってくださった肌測定も今店頭で、はい、あ、やってますね、はい、私何だったっけな。時々カサカサ肌ノーマルドライゾーン、こんな感じかな。わお、すごい。理想の潤い肌のゾーンに行きました。こことかの人いるのかな。いました、99まで水分量上がってる方がいらっしゃって、すごかったです。お手元でも試していただいたと思うんですけど、はい、使うたんと透明感とかいうのも、ね、ちゃんと手の甲を比べたらめっちゃ明るくなってますね。はい、お家でもやりました。なんかふわっとしたなんか餅みたいな感じになりますよね。お餅になりますよね。なんかふわふわなのが珍しいなって思って。ありがとうございます。すごい良かったです。秋どうしたらいいですかね。秋の肌はどうしても夏、あの紫外線ダメージからしっかり肌って秋に出るんですよ。なるほど。確かにこういうのでね、ケアしてあげて。そうなんですよ、ケアするわけで。やっぱり角質が硬くなってるとどうしてもダメージが受けやすいので、それでこそ酵素パックは確かにシミもそうですね、バイバイして、バイバイして広くていいですね。広みだとして、え、あのバーコード取ったらさ、うちの YouTube に飛ぶの面白いまだやったことない人はぜひ試してみてください。もちもちになります。じゃ、ニコルさんあと3分半、はい、あと3分、はい、いきますか。そう、でも持ってるからお家にあるから。ありがとうございます。あと3分どうしよう。いいんだよねって思ってる。まつげ美容液はすっごい売れてますね。なんか売れてるって聞いた、はい、単純もう一回注目しても、これも同じブランドだったってことだよね。へー、すごいね、柄が可愛い。知らないブランドやっぱ楽しいよね。これ知らこれは前見てなかったよね。あと1分です。それ多分最後の1点です、ね、こっちしか残ってない。最後の1点に弱いもんね。でももう1個の色の方が好きだったな。でも気になるから買ってみよう。気になるから買ってみよう。ねえ、 OK。 なんか目元用のクレンジングめっちゃマスカラ落ちるやつとかありますか。ありますよ。あ、それだけ欲しいです。こうやってね、あの教えてもらうのが一番早いから一人で探すより。ポイントにムーバーとかもあるんですけど、うん、あのマスカラリムーバー。マスカラリムーバー、はい、マスカラ塗るみたいにまつげにこうやって塗るんですけど、はいはい、そうするともうスルッて落ちるように、すごいなんかマスカラがふやけるみたいな感じで、がっつりウォータープルーフとかでもすごい落ちます。あ、でもヒロインメイクのやつなんですね、はいはい、やってみよう。ぜひ。運命のどうなってんだろう。予想します。予想、え、5万以上いってるしだってめっちゃ入れたよ。まずヒンツ爆買いしたじゃん、いう芸能人みたいな買い方しよう。いや、夢があります。こんな風に買えないですもん。だって、はいはい、31点です。31点、はい、
おいくらですか？合計は72,217円です。じゃーん。ということで今回買ったのがこちらですね。なんかお値段はすごいしたけど、意外に開けてみるとこんなもんかっていう。意外にめっちゃ入れてたから多分ね、みんなヒンスのアイシャドウとか気になる気がするんだよな、個人的に。うちも持ってなかったから、これ開けてみようかな。そう、こっちのこれがね、なんかこのカラーのここがね、すごい可愛いって噂噂なんですか？噂。なんかこのパケもさ、大人っぽくて可愛いんだよな。すごい、なんかここは可愛い。これで今度メイク取れるかな。はい、買ったのこれです。可愛い。この水色が入ってるっていうのがすごいおしゃれっていうか、なんかこれも結構秋とか、なんか結構色物のメイクしたら可愛いと思うから使えそうだし、このギラギラもなんか多分、あ、いいね、大きい粒ででかね。これから TGC とかもさ、あるからさ、これ使おうかなって。コレクションも自分でやってるんですか？そう、ヘアメイクさんにこれ使ってほしいって言って結構渡すことが多いです。今回は自分の服のブランドがショー出るから、はい、結構自分がメイク決めなきゃいけないから、このアイシャドウちょっと使ってみたいと思います、当日。これもなんか可愛かった気がする。もう何買ったかさ、覚えてない。多分これだったっけと買いすぎてね、多分これだった。なんか結構さ、ま、こういうさ、ラメが多かったりするから、持ってるものがリキッドのラメのやつとかもあるから、こういうマットのカラーが多いって結構助かるんだよね。ということで今回は爆買い企画たくさん買いました。皆さんもぜひアットコスメ東京にやってきて、制限時間30分でやってきてくださいと言わないですけど、たくさんお買い物してください。ということでまた会いましょう。何これ？私はもう彼氏とラブラブです。すごくない？どう？やばいでしょこれ。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいの、うん。